はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでですね、この動画はね、運営さんに向けて作ってるんですけれども、運営さんがですね、先日、とあるポストをしました。メンタルブレイクアウトインフィニット日本のね、アカウントになるんですが、まあ、インフィニットもね、メンタルブレイクアウトスマホ版も、まあ、同じね、運営というか、まあ、繋がってはいると思いますので、まあ、無関係な話ではないと思うんですよ。で、どんなポストがされたかというと、盗難防止の日、俳句イベント、秩序を守ってレイドを楽しめるよう、コントラクター皆様のご協力も必要不可欠ですの。で、その画像にですね、こんなね、俳句が載ってたんですよ。鍵開ける。後ろにハイエナ、忍び寄る。ディック、心の俳句。気をつけなはれやって。黙らっしゃい。おい、運営。お前、ついに、ハイエナ認知したな。僕もね、ハイエナ、ハイエナと、ずっとその言葉を使ってきましたが、ついにですね、運営さんが、ハイエナという言葉を使ったってことで、おい、運営。もう、逃げることはできないぞ。ハイエナ対策、どうなってるんですか?これはさすがにね、僕も見たときにビビり散らかしました。ついに運営がこの禁断のね、言葉を使ってしまったなと。もうこうなっては後に引きませんよ。で、まあ、僕もですね、その衝撃のあまり、こんなね、一句を読みました。ハイエナをなぜ対策しない?なぜ対策しない?まあ、今回はですね、まあ、運営がハイエナを認知したということで、まあ、今後のですね、ハイエナ対策、かなりね、まあ、期待が持てるんじゃないかなということで、まあ今回ね、まあ、運営さんにもう逃れることができませんよというね、まあ、ことを伝えたくこの動画ね撮ってるんですけれども、シーズン7以降のねハイエナ対策にかなりね期待が高まったところで、まあ、早速ですね、今日も今日とて、まあ、僕がねハイエナを、しばいていこうと思います。ってことで、本日作ってきた武器はこっちねー、H416 100連バージョン。まあ、この武器を使ってね、敵をしばいて、で、味方も守ってね、で、その人がワンチャンハイエナだった場合、爆殺します。基本ステータス、垂直94の水平82、エルゴノミが62、精度が52、腰ダメ射撃74の有効射程が100。ってことで、フォアグリップの部分ですね、いっつもね、皆さんから指摘いただくのが、なんで高い LWT バーティカルを使って、コンパクト使わないんですかというね、ご指摘を受けるんですよ。そんなに破産したいんですかと。わざと破産するために頑張って高級カスタムにしてるんですかっていうね、質問よくいただくんですけれども、 LWT とね、このコンパクトグリップって、あのこのね、リコイル数値の差に、合計ね、に違ってくるんですよ。もうただそれが、単純な答え。こっちはね、リコイルプラス18してくれるのに対して、こっちはね、プラス17なんですよ。あれ?まあ、結局ね、合計リコイル値が高い方が、まあ、強いに決まってるじゃないかと。僕はね、リコイル主義者なので、まあ、そういったところをね、重点的に見てるわけですよ。はい。なので、まあ、僕はいつもね、この LWT を使ってたんですけれども、まあ、1違いってことはね、まあ、誤差と言えるじゃねえかって思われるかもしんないんだけど、まあ、結構僕あの数字にはね、あの、うるさい性格してますので、まあ、あの、そんな感じです。はい。まあでもこれからはね、コンパクトグリップでもいいのかなとか思ったり思わなかったり、まあ思ってるんですよ、若干。まあ若干どころか、だいぶ。かなり安いので、まあこれからはね、忘れない限りはこれを使っていこうと思うんですが、まあ結構これね、つかない、まあ、武器も多いですから、まあそういったところでね、日頃の癖が、まあ、出て LWT をね、使ってるのかもしれません。ってことで、まああの問題解決もね、したところで早速ね、やっていきたいと思います。レッツゴー!はい、ということでですね、早速射撃場の方にやってまいりました。まずはね、ノンリコイル、ブルーこの感じ。はい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 。最強すぎ。まあ、H416、今回100連で使っていこうと思うんですが、まあ、前回のね、野良の方のインスパイアを受けました。100連 MDR のね、影響を受けて、まあ、今回はね、100連 H416 を使っていこうと思います。で、予備間側ですね、60連なんで、まあ、今ね、100連ね、ノンリコイルで撃ったかのように見えて、実は撃ってないんですけど、まあ、これが100連ですね。マジで強い。はいはいはい。もう全員かも。いやー、マジで強すぎるな、これ。まあ、ちょっとこの後ね、敗者なんで、もう巻きでいきたいと思います。バーイ!
はい、ということでですね、秒速、何センチメートルか見てませんでした。対戦よろしくお願いいたします。もうね、最近はね、あのメンタルブレイクアウトするとね、なんか一点をね見つめてもう何も考えていない、虚無の時間っていうのがね僕の中にも、流れているんですが、まあその間にですねマッチングしたようです。どうやらちょっと今回ね、あのマジで急いでるんですよ。もう歯医者にね行かないといけない時間に取ってるんですよ。実はもうあと6分でね家出ないといけないので、ちょっと巻きで行きます。すいません。ちょ、今回ガチで1枚しばいてさ、もう速攻帰るから、すまねえな。ちょ、行くわ。はい、しばきます。ちょっと待って、トークン忘れたのやばすぎ案件。もうしょうがねえか、もうゴリゴリ詰めていくぜ。これはちょ、マジでまずいこと起きちゃってるんで、本当にちょ、ここはですねもうゴリ詰めして、さっさとね、帰りたいと思います。対戦ありがとうございました。一回チンパクかますな。ちょ、まずは敵をね、探すところから始めていきましょうか。かなりのキルムーブでね、今回やっていこうと思います。もうそうするしかない。あ、まあまずい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 、いるな。おい、マジかマジかよ。お前ふざけんな、それは。はい、しばいてやった。対戦ありがとうございました。おい、やめろやめろ。それしばいたら、俺はしばくぞ、お前を。ハイエナ。お前、あーばば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 、あっぶねあぶねあぶね。危なすぎ危なすぎ。ちょ、待て待て待て。お前、ほんとにやばいって。これはやばい。オッケー。はい、2枚目もやっていく。こういうことなのよ。おい、4番さん。お前、それしばいたらわかるよな。死ぬぜ。あ、死ぬぜ、それは。はいはい、死ぬぜ。おい、運営。これがハイエナ対策じゃん。舐めんなよ。飛べ、マジで。あ、くっそ、なんで一発で飛ばないんだよ、それ。おかしいだろ。おい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 。ふざけんなよ。なんで？おい、お前さ、ふざけんな、マジで。え、なんでだよ。おかしいだろ。なんで俺こんな食らってんの。ちょ、待ってくれ。俺に大ダメージ入ったんだが。あ、そうか、僕撃たれてたからか。ちょ、4番。お前、マジで許さんからな。ふざけるな。爆殺するよ、ほんとに。投擲禁止解け、お前、ほんと。やってることやばいぞ。バタリゲー。ちょ、マジでまずい。なんで飛ばないんだよ、一撃で。おかしいだろ、ほんとに。運命！おい、待て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 。これ、まずいって、ほんとに。僕がさ、おい、2番！お前もか。ちょ、マジでやめろな、ほんとに。ちょ、なんだなんだ、お前。グッドじゃねえ。おい、ナイス！お前もハイエナをさ、絶対許さない強化。それは素晴らしいですね。一旦この人しばきまーす。もう、マジでめんどいから、ほんとに。ちょっと待ってね。ここで、領域展開かましてあげましょうか。デートだったのか、これは。まあ、よくわからんが、とりあえずね、この人しばきましょう。はい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 。あれ、ヘルメット被ってなかった、この人。ちょっと待って。マジでわからん。俺なんか一瞬さ、T7 に見えた気がするんだけどな。気のせいか。あ、さすがに違うか。それは僕のね、勘違いだったようです。どうやら。で、もう一発あっちをしばきに行こっか。せっかくなんで。ハイエナしばいた時が一番脳汁出るのにな。ちょ、マジでふざけすぎだわ。ああ、美味しい美味しい美味しい。普通に美味しい。MP40 の中身なんだ？はい、7N31 弾詰まってる。やっぱか、なんかそんな気したんだよな。しかもさ、赤注射まであるじゃん。ありがとうございます。さあ、そしてロールアップもかましていくぜ。ワイルドだろ？さらに、バックパックの中からは、あー、そうだとかいいね。ガブ飲みタイム、入ります。じゃあですね、もう帰ろうか。うん、もう取るもんねえや。ちょっと待ってくださいね。とりあえず T951 外してあげて、このですね、MP40 から、さらにね、マガジン引っこ抜いて、この中からね、7N31 弾も、しっかりと、弾抜きしてあげましょう。あとはもうタウリンドリンコさ、入れるだけ入れてあげて、で、この中からもね、ちょっとタウリンドリンコ系とか、しばきましょうか。なんか持ってねえか。あー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ちょ、もう帰らないといけない。ほんと。すまん。みんな俺帰れ。ちょ、マジですいませんね。もうさっさと行かないといけないんで。なんならまだ歯磨きしてないからさ、こっから歯磨きかましていかないといけないから。ちょ、マジでまずい。もう本気ダッシュやんないといけないじゃん。いや、ダッシュしても間に合うかどうかギリギリだぞ。ハイエナのせいでさ、一手間増えたからな。ちょ、ほんと許せんわ、ハイエナは。あっぷね。ちょっと待ってくれ。T951 忘れるとこだった。じゃあ帰りましょうか。もう2枚縛いてるんでね。僕はもう帰ります。ちょ、マジでさ、あの野郎を飛ばせなかったのが本当にね、悔しいわ。ワンチャンもう一個ね、呼び間があったかもしれないので、なんか盗まれた気しますね。
マジで最悪。絶対盗んでるよな。あのアサリのね、時間的に。おかしいもん。そんな時間かかるはずないからな。MP40 だけだったらもっとね、早くアサリ散らかしてると思うんですよ。なので、取られましたね、これはね。ハサウェイか。めんどくっせえな、マジで。本当に帰らないといけない。もう本当に知らないよ。マジで、もう全部無視する。もうマジで無理だから。時間ないから、ほんと。なんでこんな時に僕は撮ってんだよ、動画をよ。エナジードリンクがめっちゃあるのがね、救いだわ。ちょ、待って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 。あいつなんだ？怖くね、あれ。あれ、人じゃねえか。マジかよ、あいつ。だるいだるいだるい。もうそれだるすぎ。お前マジか。やめろって、マジで。おれおいおい、しばかせんなよ、ほんとに。時間ねえって言ってんだろうが。マジか。めんどくっさ。ここで、待って、危ない！やばいやばいやばい！死ぬ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 ！まずい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 ！やばい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 ！マジでめんどくさい！くっそ！嫌がったか。やっぱいるか、さすがに。とりあえず簡易服巻き巻きタイムで、そこに敵がいるんだ。オッケーオッケーオッケー。アンデルステンド。ガチで時間ない。まずい。敗者全ロスしちゃう、このままだと。あ、もうどうしよう。究極の選択。物資全ロスするか、敗者を全ロスするか。おい、デンタルブレイクアウトじゃねえか、ほんとに。これ、まずいよ。もう、絶対取んなよ。頼むから。やめろな。取ったら芝生。ナイス4番。おい、待って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 ！おい、やめろ。やめろ！おい、バカがよ。お前、取んなっつってんだろうが、もう、ふざけんな、ほんとに。ちょ、もう、バカすぎゲーミングだって、ほんとに。やめな、マジで。人の物資芝生の気持ちいいか。気持ちいいだろうな。はい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 。ちょっとこの辺落としてあげて。はい、バックパックもらっちゃうよ。な、敵見つけたらしいぞ、なんか知んないけど。マディか。なんでいるの、敵。ちょ、やめてくださいよ、ほんとにもう。うわ、いるな。マジっすか。だるすぎゲーミング。あ、でもそれ任せよ。いいや。その敵は知らねえ。もう俺帰る。AEK のね、圧縮とか、まあ、皆さんね、思うことあるかもしれませんが、そんなね、余裕はもうありません。あ、まずいまずいまずい、400メーター。ちょっと帰るのがさ、長すぎるって。警告選んだの誰？ちょ、やめてくださいよ。マジでこれ帰んのめんどくさすぎな。やっぱ中間点欲しいわ、RV パーク。運営さん、復活させてくださいよ、RV パークは。なんであそこなくしちゃったんだよ。あれがなくなったせいでさ、絶対警告やらなくなった人増えたぞ。下手くそか。帰りやすいマップが好まれるに決まってるよな。テレビ局はね、マップとして、まあ、ある程度完成されてるからさ、まあ、みんながね、やってるだけであって、あそこは帰りにくいけどね、まあ、人が集まるっていう得意な場所なんですけれども、もう警告はですね、マップがね、未完成なのにね、さらに帰りにくくなってしまったっていう、もう地獄のマップとかしてますから、ちょっと運営さん、そこはね、ご検討いただきたい。この動画運営さん見てると思いますので、ちょっと本当にね、そこだけはよろしくお願いします。マジで。ハイエナが余計なことさえしなければさ、あのワンテンポ、早く帰れてるんで、今頃ね、僕はね、走れてたんですよ。それを走れなくさせた、あいつがマジで憎い。俺の物資だけじゃなくてさ、時間までも奪いやがったからな。ハイエナっていうのは本当に罪だわ。運営さん、本当にね、ハイエナの罪の意識っていうのを、もっとね、プレイヤーに持たせないと、このゲーム終わるぞ！ってことで、なんとか無事に帰れました。サンキルゲーミング。はい、ということでですね、本日の最終結果はこっちねー！25万円完全勝利ってことで、もうさっさとね、敗者に行ってきます。皆さん、ぜひね、ハイエナはしばいてください。ブルーイ！